はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。まもなく1時になろうとしてますね。11月3日木曜日でございまして、日本は祝日ということになります。さて、世界は動いてまして、今日はね、あのハンセンが下がってますね。マイナス 482.2 になった。ハンセンここのとこ値動きはね、荒い。うん、あの昨日おとといとガンガンと上げましたからね。まあどうすんやろうと思ってましたけど、日経平均止まってますけども、時間外は下げてますね。昨日のニューヨークはね、マイナス 505.44 で、これ、予想通り 0.75 の利上げがありました。まあこれを見ての動きだと思いますけども、すごいですね。今晩、時間外はちょいだけ上がってますけども、これあんまり参考にできんと。注目ドルウォンですけども、うにゃうにゃしてますね。1421。これ本来もうね、1450に行ってていいはずなんですけども、かなり抵抗が激しいですね。ドル円は 147.17 というところで、まあ、どうなんでしょうね。どっちでもないという感じです。さて、そのですね、ドルウォンのウォンの国ですね、佐々木和義さん。久しぶりやなという感じですけど、僕にとってはね。いや、書いてあるのかもしれませんよ。これはニューズウィークですね。ノージャパンが吹き荒れた国なのかクエスチョン。韓国で再び日本食ブームの兆し。日本ビールの輸入も急増中ということで。あれですね、韓国のコンビニが酒屋かな。デパートかこれは。デパートスーパーで再び日本のビールが並び始めたというような写真が出てました。2019年でしたから、今から3年ちょい前ですけども、日本がですね、輸出管理の強化、なんていうかな。輸出管理の強化と、忘れた。言い方は忘れましたけども、戦略物資ってありまして、本来北朝鮮やイランに撃ったらあかん物資をですね、もしかしたら韓国に輸出したらですね、それが向こうにこう流れてるんちゃうかという疑いが持たれる事象が発生をしまして、で日本の経産省が再三ですね、韓国側に協議を呼びかけたんですけども、全部無視されました。そこでですね、日本はですね、輸出管理の強化ということで、戦略品目3品目、対象ね4品目やったんですけど、4品目を今は3品目になったんですけど、については毎回こう経産省に届けなさいと、で最近認可します、許可を出しますということになって、でなおかつですね、そのホワイト国、何でもかんでも無条件で輸出できるホワイト国から韓国を外します。これでものすごいですね、大ムーブメントを起こったわけですね。隣さんで、ボイコットジャパン、3年前のあれ、またやってほしいんですけど、やってくれへんのかな。ああいうのやってくれると僕非常に助かるんですけどね。ネタがね、ネタがこう豊富になって、いや今日はこんなことやってたね、明日はこんなことやねみたいな、そうなってですね、いろいろ楽なんですけど、やってくれない。あの時は良かったですね、ほんまに。で、日本なんか行ったらへん、日本なんか買わへんとかって、もう大騒ぎです。実質的に日本はほとんど傷んでいないんですけどね、お隣さんから人が来なくなった部分はですね、ヨーロッパから人が来て大きなって、あ、良かったやんっていう話だった。で、実は日本製品って、お隣さんでそんなにこう、お隣さん、日本製品はお隣さんにいっぱい出てるんですけど、そんなに大きなマーケットではないんですね。なんで、ボイコットジャパンやこうたらへんとかって言うてるんですけど、かえってそのボイコットジャパンっていうペナントを印刷してる印刷機は日本製だったりするとそっちで需要が生まれたりするわけだって、まあ言い方悪いですけど、痛くも痒くもなかったら、ちょっと蚊に刺されたかなっていう感じですね、ちょっと痒いかなっていう感じだったんですけども、その大ボイコット運動が起こって、象徴とされたのがですね、日本へのですね、
で渡航あれですね、海外旅行、日本へ来る旅行者が少ないのが一つと、あと現地で目立ったのはあのユニクロですね。ユニクロなんか買わへん、あれ日本やって。もう一つがこう日本ビール、アサヒ、札幌、サントリー、キリンですか。あのそれまで日本ブームであったのがです、日本ビアブームであったのがですね、こたらへんなんてですね、まあ、店頭から消えたと。でも実際ガーンと減ったわけですね。って言うてね、このね、佐々木先生いろいろ書いてくれてるんですけど、まあ、言うほど大したことないんですよね。だから別にそのビール各社4社ですかの決算に影響を及ぼしたなんてことも全くないわけでして、まあまあ言うてみれば本当に買いに刺されたかなっていう、買でもない、ほとんど企業は関係もないですね。何でもないですけど、大人さんは大人さんで、やったったこれで日本困ってんでとかって、そういう記事が溢れたんですまあ大人さんらしいという大人さんらしいんですけども、でそれがですね今戻ってるというのはこの佐々木さんの記事でございますね。ボイコットジャパン以前の量には戻っていないんですけども、今戻ってる兆しがあるということですね。で日本のですね、居酒屋的なですね、ところがですねまた復活してると。もちろん日本人がいてやってるのはほとんどなくてですね、向こうの人が、居酒屋で日本風やでってやって、それに人が来てて、そこでは日本のビールを出しているという話ですね。まあ別になんていうこともないし、別にあの人たちって別に本当にいや心の底からですね日本に行くしと思ってる人は多数派ではないと私は思うんですよね。ただ日本以上にですね空気が支配するお国なわけでして、みんながわーってもう騒いでる時にやっぱり自分もわーっと騒がなあかんわけですね。その延長であったんかなという気はしますけどね。でまあ戻ってくるの戻ってくるので今回2019年で今2020年でもう3年ちょい経ってるんですけど、今回割とですね影響が大きかったかもしれません。日本来たらへん、日本行ったらへんとか言って、今日本もですね海外からのインバウンドほぼ解禁状態になりました。街にはいろんなですね国からいらっしゃった方が多いようですけども、韓国人非常に多いようですね。で日本から韓国行ってる人たちもいるんですけども、今回のイテウォン事件でですね行ったらあかん、もしかしたらってみたいなですね、そういう気持ちになってですね控える動きも今後は出てくると思いますね。やっぱりお隣さんってね、その陸とちゃうんですよ。劇場なんですよ、感情なんですよ、エモーションなんですよ。エモーションで日本なんか行かへん、肩をこだらへんってガーって盛り上がってても、もうちょっとだったらふんってなってて、とかって知らん顔してですね日本食を食べてですね、日本料理を食べて日本のビール飲んで、ああおいしいなとかって言ってるんで、まあ、そういう人たちであってですね、2019年のボイコットジャパンもですねニュースは非常に面白いね、日本でガン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 取り扱われましたけど、日本人の反応はいたってふーんやった反応みたいな感じでしたね、ただこういう日本の空気っていうのは向こうに伝わっていないわけです。自分たちがこんだけ反日キャンペーンやったんだったら日本はさぞ困ってるだろうって、困ってるはずだ、きっと困っていると、そういう方式ですね、日本にいる大人さんのメディアの駐在員はですね日本が困っている話しか報道しない日本何も気にしてへんでとかいうのは報道してはいけないいけないわけですよ。まあまあそれも大人さんらしいっていう、一人相撲一人負けっていうのはもうこう定番のパターンになってきました。ボイコットジャパンもまあ一人相撲でしたね。で結局日本側からはですね、何のその、なんていうんですか、彼らが望むような反応もなく、今に至ってですね、自分たちが勝手に苦しんでると。自分たちが出した判決の始末をどうつけるんやっていうことで、苦しんでるというのは現状です。まあまあ、いつもながらの情景ですね。この佐々木さんという方は向こう在住のですね広告関係ですけども、どうなんでしょうね、私が読んでると議論がしっかりしてるんで広告だけにとどまらない、なんかジャーナリストですね、まあ、基本的には、でもずっとソウル在住だそうでございます。
しばらくちょっと私的にはお見かけしたかったんですけど、またまたいっぱいですね、有意義な原稿を書いていただきたいなと思います。これね、多分大丈夫なんで、ニューズウィークのこのサイトを貼っておきますんで、非常に良質な記事ですから、ぜひお読みになっていただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。